はい、どうも秘密キャッチャー、ふいがみ創生発注でございます。今回はレノファ山口ですね、相手が。まあ、山口とはね、まあ、去年までね、あ、一昨年までか、みゆきがいたりして、結構、いろいろと甲府関係の選手、森光太もか、多かったりするし、つながりのあるチームだとは思ってるんですけども、まあ、負けたかないというか、まあ、普通に一試合一試合、こう、相手侮っちゃいけないとかね、負けて、もうね、相手が強かったとかって言って、いい時期ってね、そろそろシーズン半ばになってそうも言ってられなくなってきてて、まあ、前節なんかも、ね、これで上との差が2ゲーム差勝ち点6ちょっとついてきちゃったこともあって昇格っていうには、ね、残り試合数考えると、まあ、勝ち続けなきゃいけないと勝ち続けなきゃいけない時期に差し掛かってしまったんでね、まあ、申し訳ございません。レノファさんのことをしっかり研究して対策を取った上で勝てるサッカーをするところまでが監督の仕事、まあ、そのね、それをやりきって実際点取って勝つのが選手の仕事って形でね、仕事をしっかりやっているところって感じで見せてもらいたいなとは思っております。うん、まあ信じてます。はい、ハチです。ユガイです。いや、まあドローですよ、2対2。そうですね。ただまあ本当ね、勝たなきゃいけない試合だったっていうのはもう雄大王子も前から言ってた通りで、うん、そこはね、もう本当こうブーブーブーって、やっていいよやっていいよ、ブー、はい、やっといた。いや、はい、これで気が済んだんで、はい、まあ、大体ね、現地行ってね、スポーツ見るのって、はい、このブーまで含めて発散しに行ってんだから、そこは文句言えないよ、ブー、よしよし、あ、もう気が済んだんで、はい、はい、これでね、水に流すとして、はい、まあ、その上でね、ただ、まあ、言うてほら、メンデス、アライと出れない試合だったわけじゃない。まあ、そうね、そこは言われちゃったら、まあ、そうですよね。そこで、いわばベストメンバーじゃない中で、まあ、ある程度失点は織り込まなきゃいけなかったとしよう。うん、はいはいはい。やっぱね、その中で追いついたのは素晴らしかったと。まあそうですね。まあとりあえずでも、なんか2点目がなんか、おかにしも客金に復旧、まあ結構これは無駄な失点にはなっかもかなって、うん、一応キーパーってね、もう1個のミスが目立つじゃん。はいはいはい。だからまあぶっちゃけ今日おかにしのせいだよ。はい。ただキーパーが救ったセーブみたいなのが、まあ例えばあれは岡西のマイナス1だとして、1回こうスーパーセーブしたらマイナス 0.1 か2か3か4かそんぐらいはあると思うんだよね。はい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 、はい、マイナス 0.5 か、まあ、はい、そういう意味で言えば今日の前半10何分だったから、変にパスミスしてなんかヌルヌルっと山口にこうやってシュートまで行かれたシーン、あそこが、 はいはいはい、あれなんかは完全に岡西が以外、あれ普通の流れだったらあそこで失点してわーって、なんかあれ入ったのみたいな、あれ入ったのみたいな感じでバックスタンドからだと思うんとって感じのゴールになってたはずの。まあそうですよね。だから100ではないにせよ、岡西も今日、うん、じゃあ全部悪かったかっていうとそうじゃないとは言えない。まあここも一だけ、あ、これこそ褒める、あの国葬風景も白髪にかわいそうな部分は当然あるのかなっけ。さすがにどっちかって言ったら先輩側だけどね。まあまあね、まあ、まあ、とりあえずでも、まあ、でもいいシーンもあったし、トータルで見てまあシーズン長いしって考えたら、まあ今日トータルマイナスだけど、まあここの順位に超えてる中で岡西がレギュラーっていうのは、まあまあよひこ風もか、まあとりあえずでも、あこ群馬、岡山、愛媛、栃木、あこ4試合、ここまあもう残り、ね、3取るぐらい、まあ、気持ちがもう全部取る、残り4試合は勝とう、うん、で勝つためなんだけど、雄大王子今シーズンヴァンフォーレ甲府の負けを見てないよね。まあそうなんですよね。天皇杯含めて5回負けてるのを、7戦臨戦して一度も見てないと。つまり、まあ、7戦負けなしと13戦5敗。はいはいはい。これ確率的に言えば、やはり雄大王子が、雄大さんが来てくれないと、ヴァンフォーレ甲府、勝率がかなり悪くなってしまうと。まあ、結果、まあ、結果論、うまくいってんのか、うん、うまくいってないのか分からないけど、まあ、今シーズンはなんか、うまくいってる気もする。いやいや、まあ、だからもう今シーズンは、だから、残り全部くれば、24戦無敗みたいな、ああいう奇跡が、いや、とんでもない記録でもどっかで消えると思いますけどね。いやまあだから来るとして、今日なんかね、そうやってみんなで送った、なんかこの格好何よ、あ、まあもうドミンキャンプに誕生日プレゼント買ってもらった役、
あのね、変装用のね、そうそうそう、パーティー用の、助走キットで、そう、現地に来る必要はそんなにないから。そうなんだよ。せめて現地で着替えて。そうそうそう。そのまま、濡れたからってそのまま今来てるし。そうそうそう。めっちゃ寒いけど。まったくね。まあでも、この結果がまたメンバーからもう、いいね押してもいいのっていう YM は結構悲しいのかなっていうのは思う。いやいやいや、もう、王子が、バンホレの方に来ればバンホレ負けないんで、こっから先も全部来てもらわないと、僕らとしては、もちろん中断期間は、アイドルのコンサートとか何でも行ってもらっても、僕らは、全然困らないんで。休暇期間がもう、たった3週間か4週間かない、ここ。試合がないのは2週間だね。そうだね、うん。そうですね。週末ってことで言えば2回だね。しかも、再開編申し訳ないですが、もうアイドル行く号決まっちゃったんで、ここはすいません。ああ。まあ、いっか、13戦で8回勝ちか引き分けだから、まあなんとかなるか。何個がなるかがなくて、10代王子が来ないとな。俺が困っても勝ってくれ、マグ。10代王子が来ないとな。俺が困っても勝ってくれ。本当に。もうね、ほんとね、そんぐらいしか頼るもんがないから。いやいやいや、もう、俺、勢いはもう、多分次行くのが、栃木？多分栃木は、甲府行こう。隣、間違えました、間違えた。雄大さん、間違いです。隣です、その隣。いや、もう群馬は結構無理です。すいません。隣。まあ、来るんでよろしくお願いします。以上、ハッチでした。いや。